待って、あれクリアした今？あ、してないの。あー、はいはいはい。はい、はい。いや、蹴っていいよ。君蹴りな。俺蹴ってもさ、これどうもなんないでしょ、多分。うわー。え、この人に渡した方がいい。頼む、頼む、頼む。ダメだよ、それは。ま、ダメだよ。あの人にさ、思いっきり蹴ってもらった方がいいって、絶対。今回何？スポーツ系なのかな？違うか。だって、渡す？スーパーマーケット？セーフ。よくわからんけど、セーフ。なんか危ない液体とかだったのかな？なんかあるじゃん。洗剤とさ、なんか混ぜちゃいけないものを混ぜるとさ、みたいな。このなんかぐにゃぐにゃのやつをさ、これに被せんじゃね？ボンボヤージュ。墓場だね、墓場。墓場では、まあ、墓の奥に、これ何？ゾンビ？ゾンビが腹筋してる？腹筋してるゾンビをあげる。腹筋してるゾンビをなんか、下にやると、なんかビチャってなって、ボカン、ダメだ、ダメじゃん。意味わからんけどダメじゃん。船の中？やばい、明らかにこれが あかんから、もうここら辺から、投げな、投げな、外に。いやいや、そうはならんやろ。いいんだ、それで。よくわからんけど。あ、ロケットかな、ロケットかな。宇宙人がいるね。酒を宇宙人に飲ませる。やばくないこれ、やばくない、大丈夫。あ、いいんだ、それで。ダメじゃん。ダメだった。え、なんかいいような気がしたんだけどな。この人を、え、ダメ？ゴールキーパーに手を加えてはいけない、そういうことですか。一旦この人をけっ、あー、深いな。なんか人間で処理するパターン結構多いな。なんか人間の体内に爆弾を入れることによって処理するパターン結構多いんだけど。ここ？あ？ああ、バチ当たり。ああ、ダメなんだ。バチは当たった気がしたけどさ。そうなりますか。わかんねえ。レコーダーを、ロースペース、いやー、これな、どうなの？あ、インベーター。楽しいね。ダメー。ダメなんだ、これで。じゃ、サッカー場からスタート？この人に言ったね。ほら、蹴れよ。ほら、蹴れ。お前がやるんだ。お前が、ゴールを決めろ。お前のキック力ならいける。お前がやるんだよ。無理じゃねえかよ。無理だもん。それでいいんだ。関係ないじゃん、あのサッカー選手。じゃ、腹筋してるやつを、はい、全くわからん。ここクリアしなかったか、さっき。ここらへん、ここダメなんだ、ちょっと。ビールをインベーダーってこと？ダメじゃね、ダメだよな、そりゃ。んー、なんかめちゃめちゃダメな予感がした。ここわかんねえんだけど、最初ね、宇宙人にまず接触して、なんもならんな。インベーダーしたら一発で、あ、ここになんかあるじゃん。今気づいた。え？あ、ここにビール入れんじゃないの？多分。多分そういうことだと思う。わかったわかった。まずビームを取って、で、ここに、またさっきと同じオチやん。割とパターン化されてきたな。
くないっす。はい、クリア。ありがとうございます。はい。どうすか？これで。てけ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 。王様、パンツがある。パンツを王様に履かせる？あ。おー、これセーフでしょう。はい、セーフ。やっぱり王様とパンツはね、相性がいいんだ。わからんけど。MC ピクセル？この人が明らかにヤバそうだから、これをこの人に刺す。すると、あー、ダメか。あー、でもなんかわかってきた。なんかね、足元、さっき見たな、なんかこんなやつ。魚雷。あ、ダメだ。あ、ダメ、ダメ。ダメー。ダメだった。でも生き残ってんだよな、地味に。スイッチ、いや、押したくなるな、こういうのはやっぱ。多分大丈夫。ダメか。あの、おじさんにはさ、関係ないんだ。遊園地かな。まあ、どこに爆弾があるかっていう話だけど、風船の中とかじゃないの？うわ、自分だけ逃げるパターン。ま、そういう形もあるよね、やっぱ。うん。あ、ダメだったんだ、今の。え、何やってんだ、これ。鶏にさ、食べさせんじゃないですかね。違う？あー、動物虐待でなんとか。ところどころ残虐、確かにな。みんなすごい顔やな、確かに。え、この、わかんねえ。この人を、はい。なんとかしろ。OK。あ、これで大丈夫じゃない？はい、セーフ。で、次は、あのおっちゃんに、あの、このひ、違う、ここになんかある。これを、食わせる。あ、爆弾かよ、これ。ダメだよ、あ、そう、ダメだよな、やっぱ。あれ、爆弾か。もう爆弾捨てたらいいんじゃないの、多分。ここわかんないんだよな。ピエロ。ピエロ。隠し持ってるぞ、なんか。うわ、ピエロがなんか、ピエロのお腹にさ、爆弾入ってんだね。あーね、そうだよね。この人のお腹に入ってるから、まずこのジョイさんをちょっとなんかして、違うんか。じゃ、このおっさんをなんかして、じゃ、この、これを拾ってジョイさんにぶつけると、ぶつけると、ボンボヤージュ。ダメじゃん。ここも意味わからん。橋は、とりあえずあの爆弾を、この爆弾を崖とかに投げる。海に投げたらいいじゃん、もう。で、ここでスイッチやって、ポイってやって、あ。あー、一人の犠牲によって、守られた、この橋は。守られたね。ピエロがあかんからさ、ここら辺をさ、このピエロに食わせる。ジジイさらば。しゃあないよ。こういうゲームだから。ああ、爆発した。移動ない？え、しょうがない。しょうがない。もう仕方ない。こういうゲームだから。あ、もうこの人がさ、多分やってないパターンは、これをこの人になんかぶつけるみたいな。はい。あの人がなんか震源地だったんだね。要するに。うん。ピエロがさ、これは？この人に一旦話しかけて、違うな。じゃ、この金髪に話しかけて、おい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 。おい、起きろ起きろ起きろ。うわ、ダメだ。
わからん。どういうことなん？俺もわかんない、あんまり。だからね、どこだろう、一番最初。これか？この人？風船？あー、それはもうね、とても、いいね。とても幸せな解決法だね。OK、クリア。こうやってクリアしていくゲームなんよ。うん。ま、俺もやっと学んだんだけどね、これで。これ、チャプター3いけんじゃないの？はい、チャプター3来た。1、2、1、2、3があるね。1番行ってみるか？ん？いけねえんだが。誰かに渡さなきゃいけない？誰？ここ？あ、違う。え？え、ロックされてるって。バック。あ、なに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 、痛い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 。宇宙人、宇宙人、宇宙人。え、積んだ積んだ積んだ。アンプレイド。え、どこに持ってきゃいいのこれ。外？あ、この人に渡せばいいんだ。あ、そうだわ。オッケーオッケー。では、行ってきまーす。バイバイみんな、バイバイ。では、対戦。よろしくお願いします。宇宙ステージかな？月だね、月。わかんない。まず震源地をこんな穴に放り込む。この人にあげる？あ、これは平和的解決。ダメ？地球ちょっとやばかったけど、オッケー、セーフ。俺の安全は守られたね。MC ピクセル？なんだろうこれ。洗濯機から水が出て爆弾が出てきてバコーン。ダメだね。オッケーオッケー。爆弾の場所は洗濯機ね。オッケー。んで、なんだろう。飛行、なんつうんだっけこういうの。風船じゃなくて。これが明らかに危ないから。これを、この人に飲ませることによって、どういうこと？はい、セーフ。あ、飛行船か。飛行船ってこういう感じだっけ？ドライヤーで、この人をなんか乾かすことによって、なんか起きる。なんも起きん。なんか分かりそうでギリギリ分かるみたいな感じだよな、全体的に。金庫にプラスチック爆弾。一旦暗証番号入れて、ダメ？よくわからんけど、オッケー。なんかよくわからんけど、オッケーが多い割と。もうこの人どっか行ったらよくね、この人。俺が日の輪くぐりして、あ、ダメか。そうじゃないのか。はい、はい、はい。はい、はい、はい。じゃ、まず一旦この人にアプローチかけて、ダメか。観客席か？足元もなんもないし、下か？おおおお、やばいやばいやばい。おお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 オッケー。いや、適当に押すことって大事。適当に押すことって大事だわ。クリックできてなかったんだね、言うて。ここら辺もさ、なんかできるやつない？他にオブジェクトがさ、あるんじゃないの？ドライヤーか、初手は。できないな、なんも。
やっぱドライヤーなんかな。あーなんだここ。待って、あ、わかったわ。なんかさ、これ当たり判定さ、樽上と下歩くね。だったらさ、上は？なんだよこれ。そう、この世界の断りとして、爆発物を口の中に入れると鎮火するからそういうのがあるからね。うん、迷ったら口の中に爆弾を入れるか、飲み物を飲んでおしっこにして消化、それだからなかなかひどいな。へい、行ってきまーす。わらび、わらぶん。ここはなんだろう、動物園、牛か。ガスがあって、わかんない。ガスをなんかしてみる。まあそうなるよな、しゃあない、しゃあない。一発目だから、まあしゃあないとしゃあない。ここはなんだろう、発電所とかそんな感じかな。うわ、持ってんだよな、もう。これは、これ何？いや、そりゃダメだと思う、多分。え、いいの？いいんだ、それで。それで？いいの？そんなんで？いいの？もうこれを自分で飲んで消化するやつじゃん、また。え、違う？え？なに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 、今の何？なんかおかしいな、今の。MC ピクセル。バットマンみたいな感じのやつがいるな。バットマンにこれをなんか渡したら。東大になったね。なあ、ダメだよね。意味わからんもんな。ここはなんだろう、核施設かね、多分。まずボタンを押して。で？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 バグってない？ボンボヤーシュ、ダメだね。じゃあまあ、行くか。鶏をおじいちゃんに食わせる。いや、このパターン結構見たな。ダメだよな、やっぱ。あ、落ちてくんだ、それが。爆弾。え？セーフ。オッケー、セーフ。あ、そういうのもあるか。まあ、そういうのもあるか。船沈没しそうだけどね。これは、ネジじゃなくて、魚雷を、大丈夫？ああ、大丈夫っぽい。どこだ？杖か、もしかして。ん？なんかできる？あー、ちげえ。なんかさ、ここ、おじさんの前のここなんかできそうじゃね？杖とか。おっと？怒ってますね。怒ってますね。おら、おら、おら。早くどっか行け。そして自分は助かるっていう、これがこのゲームの残虐性ですよ、皆さん。半端じゃないよ。牛をこの中に持ってくとか、この象みたい。え、あ、はい。よくわからんけど、なんかなった。いやーって。いいんだ。クリアできればいい。もう、それがすべてこのゲームの。ここ最初ダメだよな、確か。クリティカルネス、これは？あ！で？あ、ダメだ。ダメ？ランプ押してからあの人のところに行ったらいいんじゃないか？え、そうだよな、多分。そしたら止めてくれんじゃない？ランプ押して、で、この人のところに行ったら止めてくれる。
トメイ、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 トメイト。ダメだね。これ、ミヨンミヨン、ダメなんだよね、これじゃあ。もう蹴りまくるしかなくね。あ、見ろ見ろ見ろ。危ない状況というのを理解しろ。理解してお願い、マジで。頼む。気づいてくれ、これだよ、これ。これ。これ。わかった？これが、これ。で、これ。時間か。え、待って、あれ、クリアした今？あ、してないの？無限なんだよな、こっからは、マジで。クリティカルナス。だいたいこういう時ってさ、足場とか、UFO じゃないのか？多分対象配られるのが、あっ！うわ、その発想はなかった、マジで。あ、そっか、そこ引っかかんのか。上だと思ってたもんな。いや、なんか詰まるとこはさ、マジで、なんかすげえ詰まっちゃうね。固定観念にさ、囚われちゃうというか。でもなんか今までやったことのない新しいタイプのゲームだった気がするよ。もう本当になんでかわからんけど、意味はわからんけどクリアできた。そういう状態がめちゃめちゃ大きかった。とりあえずなんか適当にいろいろ全部クリックしたらいいね。うん。これ本当にクリックしたのかっていうのを疑っていった方がいいと思いました。はい。